もゆるさがいのジャマイカです。はい、ということで今回なんですけども、皆さんマイトピア進めてますでしょうか。まあ最近なんかちょっとマイトピアの動画が多いかもしれないんですけども、一応最近あの僕マイトピアコンテスト、通称マイコンというものをですね、あのやらせていただきまして、その DM でですね、ツイッターの DM の方で自分の自慢のマイトピアの方をですね、ちょっと皆さんに応募していただくという形で、まあこの企画進んでいるんですけども、まあ今回こんな DM が届きました。はい、こちらです。これはフォーカスっていうのかな、フォーカス沢丸さんのスポンサーをしていますゲンと言います。はじめまして Q ですが、ジャマイカさんにマイトピアの挑戦状を送りたいと思います、ということでね、あの有名な沢丸さんの、スポンサーをしている方から DM が来ましたと。で、こういう ID がこちらですと。よかったら30分以内に喫煙所まで来れることができたら、1万円差し上げますと、検討のほどよろしくお願いします、ということで賞金が出るぞ、嬉しい、そりゃもうやるしかない、ということでね、はい、お金に目がないのでまあお金に目がない僕はですね、このような DM ちょっとチャレンジしていきたいと思います。まあこれ一応マイトピアコンテスト、マイコンとはその別枠でちょっとやろうと思ってるんで、マイトピアの、コンテストの方に応募する方は引き続き DM の方でよろしくお願いいたします、ということで、とりあえずちょっとこちらの方のマイトピア入っていきますか。はい、ということでマイトピア入ってきました。さあ、どんなマイトピアなのか、ちょっとまず見ていきましょうか。こちらです。どん、地形。うわ、でけえ。ちょ、待って、異常にでかいんだが。そして、あの辺はアスレチックゾーンみたいな感じなのかな。最近なんか迷路とかね、アスレチックとか流行ってるからね。すげえな。これはこれでマジすげえな。まあ、ただね、これは今回迷路になっているということなので、ゴールは、喫煙所ですかね。確か喫煙所がゴールということなので、まあ、どれが喫煙所かっていうのはまだ画像ではちょっとわからないんですけども、とりあえず喫煙所っぽいところを、探していけたらなと思います。ということで、まあ、一応こちらの方でですね、ちょっとタイマーの方でも、まあ、一応セットしておきますね。さあ、ということで、スタートの合図は、もちろん、あれです。皆さん、いきますよ、せーの、やっていこうじゃないかー、ということで、スタート開始、いきましょう。さあ、これは、どこが喫煙所なんだろう、多分上なんだよね。多分、おお、これちょっと罠だな。この干渉ウォールを近くに設置することによって、エイムを動かさないようにするという罠ですね。この辺なんか迷路というより結構しっかり作り込まれた感じだけど、あ、こっちだ、絶対こっちや。絶対こっちだ、迷路。絶対こっちが迷路だ。で、この辺はもうサクサクと進んできた。おー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 、なんかさ、全部が白い壁だとさ、どこが行き止まりなのかとか全然わからないね、これ。こっちだろう。多分ね、こういうのってね、大体ね、端っこがね、行き止まりなんですよ。はい。端っこが行き止まりなんですよね。で、こういうのは端っこ、このね、結局入り口に戻るんですよ。そうやって。うん。そうなんですよね。で、これは、これ、俺迷路苦手なのか、まさか。これはちょっとさっき通ってない道とか行った方がいいな。階段がある。あ、ここってしゃがみ、あ、しゃがめないのか。階段に行きたいんだが、階段はこっちから行けるっぽいね。ってことはこっちの端っこを探せばいいと。ここだな。違うんだよ。ここは違うんだよね。で、こっちなんだよね。こっち。こっちも違うんだよね。そう。こっちも違うんだけど。さあ、迷った。迷ったぞ。ちょっと待って。なにこれ、本当にゴールある、これさ。実はゴールないとかじゃないの、これ。ゴールないとかではゴールないを疑ってしまうんだけど、ちょっと待って。入り口が違うんかな、ここの。キャラコンで頑張って。キャラコンでご利用していく。キャラコンご利用しマジニキにしようか。よいしょ。で、このヘリ乗って、ここ行くのでは？無理！よいしょ！あ、ここヘリ乗れるんだ、ヘリ。なるほど。ここヘリ乗れることが分かったので、でこっから先はちょろいのでは？こっから先は落ちないようにキャラコンしていけば、いける！来たー！で、ここからはどっちだろうなぁ。むずいなぁ。で、こっちの左側は多分行けないよね、これ。行けないよな。逆にこう下落ちたらなんかあるとかない？さすがに。さすがにないか。とりあえず向かってみる。うわぁ危ない危ない、落ちるとこだった。マジで。危ねえなぁ。これ多分罠だろう。これ実は下透けてんだろ、これ実は。実は下透けてる説あるぞ、これ。
この半扉ちょっと怪しくない？この半扉ちょっと怪しいけどさ、これ登れんじゃないか説出てない？これこの椅子の上ジャンピングしてのここ、あー惜しい。え、これいけるっしょ多分。これいけるいけるいける。今までキャラコンを磨いてきた俺がいけると言ってるか。いける、いけた、完璧じゃ。でこっからあいつが邪魔してるか、あの角かな、あの角っのちょっとちっこいとこにジャンプ。わー危ないここめんどくせえぞ。ここどうしようかな、ここちょっと近道するか、近道。あーここ通れないの、危ねえ、落ちてなかった。あー落ちた、もうだる。ここからアーモンドアーモンドチョコ、もう本当にハイサイ、もう序盤に、あーホテルミラコスタ、たー納豆ご飯、いけた。なんで一個ずつちょっとこのちょいじゃん、ショウじゃん、やめてもういけるぞ、お前ならいける、よしここまでやってきた。何分今、13分45秒、いける、まだいける。俺には、俺には大事な家族がいるんだ、危ねえ、俺には大事な家族、危ないじゃん、ちょっと結構危ないじゃないの、大事な家族、そしてそして守るべき人がいるんだ。かそう、ここ問題、ここはこっから問題はいける、オッケーオッケーオッケー、お前ならいける。さあどこまで下がれる、どこまで下がれる、ここチキンです、ここチキンです、もう一回ちょ、あ、いけるいける、もう一回ちょちょ、オッケー、ここからここから助走ゲームになる、いくぜ、運命の運命の長距離ジャンプ、はーい、やったー、やった、危ねえ危ねえ、マジで怖い、飛んでここじゃ次はい、もうここむずいガチでむずい、もうなんなん本当に、もう腹立つわ本当に、あの距離感設計者うますぎだろ普通に。初めて落ちたわ、ここ初めて引っかかった、くっそ腹立つわマジで、ほんとにほんとに、これも手のひらの上でコロ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 だろ今、これどうせよ、ここ床ねえんだよマジで、くそくそ。よし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 、怖いめう、ここ怖いめう、ここ怖いめう、だが時間ないぞ、もう19分だぞ、やばいぞ、いけ、オッケー、よし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 、来て来て来て、ここもオッケー、ここはここは多分ね、ジャンプなんだよね、じゃあ全部ジャンプだよ、全部ジャンプだよ、ここ距離感マジで分からん、ここでもやばい、もう19分だぞ、あと10分しか、やばいやばいやばい、めっちゃ時間かかるやん、ちょマジさ、うわーマジラッキーと思ったんだけどさ、このままこんな簡単そうだしいけんだろう、ラッキーとか思ってたのに、もうのび太くんってば本当にマジで、そしてここだー、ここじゃない、もうくそくそ、さあここも勢いよくジャンプ、勢いよすぎー、勢いが良すぎー、彼のからの、あーやばいやばい、あと5分あと5分じゃないこれ、もう25分やばい、25分経過、さあ残り5分となりましたが、果たして僕はいけるのでしょうか、一生同じ画面じゃないでしょうか、大丈夫でしょうかこれ、さあやはりノリと勢いだけでここまで生きてきた男、やはりノリと勢いが違いますね、さあここも勢いは止まらず、勢いちょっとずつちょっとビビって止まってる、ビビって止まってるが、ここら辺もノリと勢いで押し殺す、ちょっと何言ってか分かんないですが、そろそろここら辺もノリと勢いでゴー、オッケー行きます、そしてここも行きます、ここからが問題です、さあででん問題です、左と右どちらに行けばいいでしょう、答えは左、行きましょう行きましょう、はい、左じゃない、もうもうだるすぎる、もうさあ残り3分となりましたが、ヒーローは遅れて登場するということを知っていますでしょうか、やっぱりね大体のヒーローってね3分なんですよ、限度が3分なんですよね、まあ、だから僕はこの残りの3分正直言って覚醒します、はい、今までちょっと、ね、初心者のふりで結構ね落ちる場面とかねなかなか見せてきたんですけども、はい、まあ1回で
こういうところも全部行っちゃいます。はい、2分から残り2分から、そうですね、はい、覚醒戦まだ2秒ありましたからね、はい、さあ2分、残り2分になりました。ここからが覚醒タイムですね。はい、行きましょう。さあ大丈夫ですよ、まだいけますよ。そうですよ、落ち着いてください。まだいけるぞ、シューゾー、よし、オッケー。お前もまだいける、お前もまだいける、いけるぞ。お前は今日は太陽だ。意味がわかんねえな、普通に。あ、いける。そしてここもシンプルなため息やめて、本当に。さあ残り30秒となりましたが、残り30秒、はい、自分のできることをしましょう。まず自分のできることをしようね。はい、まあ、ここは、ラストスパートですね。落ち着いた、もうここはもうゾーンです。ゾーンに入ってください。究極のラストスパートです。丁寧な動きをしながらも、丁寧に物事を考えながらも落ちます。はい不謹慎なら3、2、1、終了。カン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 。はい、ということでですね、見事、この30分迷路クリアすることに成功しました。イエーイ。はい、ということでクリアできませんでしたということでね、はい、クリアできませんでしたということで、まあ、皆さんもぜひこちらの迷路やってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、さすがに多分賞金は出ないですけど、遊びに来るのはね、多分無料だと思いますので、もしよかったら、こちらの迷路、僕がクリアできなかった分、恨みを晴らして、クリアしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。もしよかったら、この動画良かったなと思いましたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。また、マイトピアコンテンツとも出しますので、ぜひそちらも見ていってください。では、終わります。ご視聴ありがとうございました。